いやー、刹那圭介だよ。可能性の実況、君の可能性を確かめてやろうか。あ、間違えた。気にするな、ただの妄想だ。さて、名前忘れた。この子の名前忘れた。綾乃ちゃん、一人で携帯電話をかけようと、こっちまで来ました。さあ、一人で大丈夫なのでしょうか。どこまで来ればいいんだろう。流れ。あれ？ちゃうな。なる？何か落ちてる。あ、この声。この声で喋りだったな。ハイゾロ？後で一気に届けよ。携帯ハイゾロを手に入れた。お前が駅まで生き残ればの話だからな。よっしゃ、携帯ハイゾロ。アイテム手に入ったってことは何かに使えるんかな。あった、これ。コンパクトなハイゼラ、落とし物？ OK です。まあ、トイレが一両目にあってよかったよね。そうだね。電話、あ、そうか。離れてやけん、こっから携帯電話選ぶな、感じだったっけ。そりゃ電話かけるんやけん、電源入れなあかんですよ。そういえば電池切れそうだったから、電源切っておいたんだった。さっさと電話かけないと。よっしゃ、かけましょう。誰に？よっしゃー。電池残量4で書いてます。4っていう数字がすごい微妙。パーセントなんか？音楽を聴きましょう。心は安らぎます。嫌な気分を吹き飛ばそう。俺の魂をお前にくれてやる。意外とロック好きなんだね。で、電池切れそうなんだった。分かった。目で真面目にやるよ。電話だろ。はい、電話。こういう時に頼りに、まあ、とりあえず検索に。110と。警察に電話するなんて初めてだな。俺も人生で一回も警察に電話したことないな。はい、こちら警察です。私たち電車の中に取り込められてて、人が死んでるんです。早く助けに来て。電車の中？待てよ、もうこれ。関東南線事故で止まってますよね。私たちその中に閉じ込められちゃって、どうしたらいいですか？今、何両目にいますか？友達は1両目かな。とにかく、一番前の車両で、私はその隣の車両で、今電話を。2両目ね。てんてんてん。わかりました。お待ちください。すぐにあなたを殺しに行きます。え？そりゃそうなる。何？今の叫び声うまない？今の叫び声ヒヤヒヤヒヤっていううまない俺。電話番号は間違ってるはずないし、バカにしてんの？あ、電話意味なかった。なんかキチガイ出てきた。キチガイ警察官、キチガイポリスが出た。キチポーやな。キチポーめ、クソ。じゃあ、トモポーにかけよう。なじみのない警察より知り合いにかける方が楽だよね。誰にかけるんだろうな。もしもーし。めっちゃテンション高いやつかけたな。まい、よかった。ちゃう。まい、よかった。つながって。どうしたのー？なんか声が疲れてるよ。マジですか？それがさ、持ってる電池が人身事故に巻き込まれちゃってさ、閉じ込められちゃったんだよね。マジでマジでうっざこいつ。大丈夫？怪我とかしなかった？私は全然大丈夫。今のところは。でも人が死んでてさ、どうしたらいいかわからなくて、何かニュースになってない？
私も家、今家に着いたばっかだし、さっきちらっと見たニュースでも別に、あ、そうそう、ニュースって言えばね、さっき面白いニュースやってたよ。お、なんか面白そうなニュースですか。特番ですか、特番。綾野が今日死ぬんだって。はぁ、え、同じ反応だ。結局同じ反応だ。だからもう会うことはないね。さよなら、トベリバ。ちょっと待ってよー、マイアブレ。ああ、友達なんこれ。これが友達っていうのかいっけ。だとしたら小学校から勉強してた方がいいね。これは友達とは言わない、キチガイだ。まさかのキチ友やな、キチ友やな。キチガイの友達とキチ友やな。こんな友達もっちゃあかん。今の前だよね。ちゃんと電話帳からかけてるし、この前も電話で話したし。あー、これもう不発か。どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。メール出しても多分無駄だと思うよこれ。あえてこれ電子弾量1残しておくか。中断。あ、移動するだけだった。もう電源切っちまえ。こんなん電源切っちまえ。こんなん携帯切っちまえ、切っちまえ。あら、切っちまえ。よっしゃ、切るぞ、こら。こんな電話いらんわ、こら。帰ろ、帰ろ、帰ろ、帰ろ。バイバイ、みんな。あれ、ちょっと待って、電源切ったぞ、おい。電話。あれ？電源切ったはずなのに。てか、あと 1% しかないのに。そうやろ、誰からだよ、こんな時に。もしかして、携帯会社からの。電源切っとってもちゃんと投げるようにインフォメーションされたやつか。クソ、もしもし。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。マナーどころは電源切っとったのにか。お前がかけてきたんやろうが、お前。お前が 無断でかけてきたんやろう。電源勝手にオンしやがって、マナーも切りやがって。こっちがちゃんとマナー守っとるのに。ほら、ええじゃん、私ちゃんと守ってましたよって顔ですよ。優先席。じゃこの人は、この子ちゃう。優先席付近では電源をお切りください。ちょっと。携帯しねえ電話。ちょ、読めない。うわぁ、なんだ今な。なんだ今の。なんか動いた、ポスターみたいな。動いた、死んでる。いやぁ、死因は頭部への打撲だった。しかしどういう打撲なのか全然わからない。本当わからんかった。それにしてもすごいグロいな。綾乃ちゃん、なんだよ、どうなってんだよ。やはり一人にすべきではなかった。それはもはや原型をとどめていなかった。それはただの塊。赤い椅子の中に時々白いものが見え隠れしていた。それが血染めを逃れたポスターの一部なのか、顔を覗かせた骨のてっぺんなのか、僕にはわからない。やっぱポスターだった今。ポスターにそんな殺傷力ないし、何製のポスターなのって話や。アルミ柔らかいよ。見たくない。紙でくるまれていた分だけまだマシだった。そうでなければ視界に入れることさえできない。赤く染まった制服が唯一それがかつて人であった証。すごいな。なんでだよ、なんで綾乃さんがこんなことに。どうして。いや、一人やられてしまった。状況がヤバくなってきた。ステータスチェックというか名前チェック、覚えてなかった。主人公がまことくん、まこっちゃんやな。あと風見隼人、はやっちゃんって聞いたらなんか牢獄の庭を思い出すな。まあ、それはいいや。話そう。クソ、一体何なんだろう。本当だよな。やめて。落ち着いて。いやー、もう帰る。帰る。
落ち着いて、落ち着きなって、慌てすぎてカカカカカってなってるよ。カナさん、落ち着いてよ。そうだ、非常用ハンドル。え？電車の中には乗客がドアを手動で開けられるようにできるものがあるんだよ。なんで今まで忘れてたんだろう。ね、だから落ち着いて帰れるよ。そんなんあるんじゃ。非常用ハンドルか。電車に乗ったことないけど全然、いやあるんやけどあるんやけど、あの運転席側に乗った、運転席側に乗ることないようだよあ、今のなし、今の話なし。一緒に探そう。うん、よっしゃ。どこ行ったん？なんかおる。ああ、こぎた人か。上になんかある。なんだこれ。落ちてきそうで怖いな。じゃあ下ろせ。なんかやばいぞ、これ。絶対なんかあるぞ、この後。こっちではもう行けないと。まだ閉まってる。なんで？じゃあ、おっさん。ステータスチェック。あれ？なんでかな、あ、一緒に動くよ、かなちゃん。了解。話す。十分に気をつけろよ。お前もな。じゃあ、とりあえずこっちやけど、かなちゃんとどうすればいいのか。そっちは、行きたくない。だよね。これ何？これがもしかして。出た！あった！これだ！ハヤト、ドア、開けてみて。へぇー！へぇー、へぇー、へぇー、へぇー。おい、開かないぞ。え？そんなはずは。うちょぽらほい、うちょぽらほい、ほいほいほい。あ、開かない。どうして？やはりダメか。やっぱり、私たちみんな殺せるのよ。ダメちょっと早ない？ちょっと読ませてよ。かなちゃん、もう落ち着いてなくてもいいから、せめて読ませてくれ。そんなことしたら、あの人みたいに、わー、帰りたい帰りたい帰りたい、ご飯食べたい、お風呂入りたい、ベッド寝たい、テレビ見たい。ねえ、落ち着いてって、まだ打つ手はあるよ。嘘、何もできないくせに、バカ、役立たず、アホ、チンゲンサイ、脳なし、クズ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 。かなちゃん、クズばっか言いすぎだよ。あ、ちょっと かなちゃん、かなちゃん、ちょっとクズばっか言わんといて。とにかく逃げるな、逃げるな、つかどっか行くな。気にすることはない。きっと気が動転してしまっているだけだ。冷静やな、お前は。そうかもしれませんね。待てよ。心配なのか。お前のことを散々罵ったやつが。仕方ないよ。実際何もできていないんだし、綾乃さんも助けられなかったし。そんなことねえ。そんなことねえよ。お前がいるから俺は今こうしてられるんだ。お前が一緒じゃなかったら俺は今頃どうなってるかわからねえ。かなさん一人じゃ危ないよ。なんなん隼人、お前何青春してんの何一人で青春してんのとか言ってるけど、結構心にいたぜ隼人。一人ぼっちなのが辛かった。誰にも相手にされないのが辛かった。自分の存在を認めてもらえないのに、うん、認め、うん、認めてもらえないのが辛かった。生きていても意味がないんじゃないかって辛かった。そこに綾乃ちゃんが来てくれた。手を差し伸べてくれた。その手を離すまいと必死だった。離されまいと必死だった。まどことくんも普通に接してくれた。家族以外でこんなの本当に久しぶりだった。でも今私はその手を自ら離してしまった。また一人ぼっち？あ、これかなちゃんサイドの、かなちゃんの思ってることか。こんな私が今生きてる意味ってあるの？誰か教えて。カムヒア、カナタン。カムヒア、カムヒア、カムヒア。待ってろよ、カナ。え？ちょっと待って。え、これカナタン、カナタン。
おい、カナタン。カナタン、カナタン。あ、これは、あれか。あやのちゃんか。うん、丁寧に上に上げておいたいな。まだ残っとったんか。まだ残っとったんかって言うたら、ちょっとあれやないか。あれやけど。よし、記憶。今回はここまでです。やられちまったよ、一人。あれを回避する方法はあるって聞いたんやけど、ちょっとそれの方法がわからんかったね。今回こんなことになってしまいました。まあこんな感じで、最初は何も見ずにエンディングも自分なりにやったエンディングでやっていきたいと思いますな、それ。とりあえず、まあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。シーワゲ。やっとが終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。